こからですね、有明の東京港フェリーターミナルまで行きます。向かいの車結構小さいみたいですね。お金は払ってないので窓を打ちていきます。今時間は5時40分、人の乗船は7時頃だそうです、その間どんどんとトラックの乗船につながれたコンテナが積み込まれています。この船は、まあ、人はおまけみたいなもので、貨物船ですね、半分。そういうような駅があります。ゲートブリッジが遠くに見えます。店員が3人ってことだよね。ベッドは自分で作んなきゃいけないな。まあまあいいんじゃないでしょうか。布団とシーツ、それから毛布とベッドパッド、枕などなどが揃ってますね。あと冷蔵庫で、テレビもあります。コンセントは2、待ってるな。ここにね、2口コンセントがあって、充電とかこういう部分があります。はい。外はバッチリ見えます。通常の2段ベッドはね、結構埋まってる感じですね。で、まあ、先
選手側の、まあ、ロビーというかね、昼間は外が見えるんですけど、今は何も見えなくて、まあ、ただただ椅子があるだけというか、コインランドリーがありますが、まあ、出航前なんで、旅慣れた人は早速使っています。はい、こちらメインのロビで、つゆとお湯を入れて電子レンジだった。じゃあまあ、シーツ整いました。なんかね、あのかけうどんカバーが袋じゃないんで、まあ適当に、ね、まあ直接触らない程度にすればいいでしょう。じゃあこれで寝りに入ります。おはようございます。今日は8月24日の朝7時。あんまり天気がよろしくないみたいです。今船は紀伊半島沖を走ってますね。電波は携帯の電波は圏外です、朝ごはんは自販機で買った長期保存のパンですね。この形のやつ540円、これをいただきます。港が近づきまして、部屋の鍵が回収されました。